はい、どうも、こんにちは。今回また逆転裁判1、2、3、なるほどセレクションから 逆転裁判1をやっていこうかなと思います。前回は、とりあえず、なんだっけ、とりあえず、千尋さんが、殺害されて、まよいちゃんが、千尋さんの妹のまよいちゃんが、犯人じゃないかってされてんだけど、そのまよいちゃんの弁護を、今やってると。で、とりあえず、特にまだ何もしてないから、今回は裁判終わるとこまで頑張ろうかなと思うわ。やっていこう。本気でそう主張するつもりですか？なんすか？そのいかがわしい言い方は。当たり前っす。他にかけた人間はいないっす。わ かんねえ、逆に。やべえ、ちょっと時間空けると声がわかんねえ。逆ですよ、刑事。略すと？この目も被害者にだけは絶対にかけたはずがない。これはあなた方警察の資料だ。鈍器による一撃で即死。死んでいるじゃないですか。あれ？あれじゃないでしょう。おいおい、ざざざざ。三宿に。あ、そうだね、そうなんだっけ。はあ、三宿に。確かに弁護人の言う通りです。即死した人間にメッセージを残すことなど。お、来たね、弁護員。失礼だが、その解剖記録はいつ手に入れたものかな？いつって。それ聞く？ 覚えてないよ、そんなの。いつだっけ？もう解剖だからな、当日じゃないんだよな、多分。翌日だと思うよ。事件のあった次の日のことでしたけど。それがどうかしましたか？その資料は古いよ、弁護人。なんですって？昨日私の命令で再調査があった。被害者は鈍器で1回殴られてほぼ即死の状態だった。ただし殴られてから数分間生きていた可能性を認める。こういう結果は今朝私のところに届いているのだよ。あれだな、だから、なんだっけ、前話したけどさ、この手段を選ばない。手段を選ばないってとこからあれなんだろうかな。無理やりこう、情報をさ、なんていうの、嘘の情報で固めてんのかな。そんな。つまり、被害者は迷いと書くだけの時間があったわけだ。以上だ。なるほど。剣。かっこいいことしやがって。なんだ弁護人その目は。何か言いたいことでも。剣はインチキだ。刑事はインチキだ。自分はインチキだ。なんか急に小物になるな、これ。なるほどが。いや、刑事じゃないの、逆に。剣はインチキだってのはなんか、あれじゃん。ちょっと無理あるじゃん。こうなんか情報がない状態だとさ。自分はインチキだって絶対自滅だから、刑事はで行ってみるか。その刑事、あんたはインチキだ。 僕にこんな嘘の記録を渡して。いや、自分はその糸のこぎり刑事。ひダメじゃないか、間違った記録を渡すなんて。あ、すまねっす。君のミスだ刑事。来月の給与査定楽しみにしておきたまえ。渡すか。どう、裁判長、この記録の受理を。わかりました。受理します。あー、やばいな、変えられちゃったな。いかがだろうか。被害者が犯人を告発したという可能性は極めて高い。そう考えるのが自然でしょうな。くそ、まずいな。では次の証人を入廷させていただこう。まさに殺害の瞬間を目撃した悲劇の少女をここに。少女？ああ、少女じゃないじゃん。では。では松竹梅夫さんを入廷させてください。あの女のどこが悲劇の少女だよ。少女ではないだろう、絶対に。お、専用 BGM があるぞ。 専用 BGM がある。証人の名前を。
いやもう無理やって、お前の声を当てることは無理だって。松竹梅夫です無理だよろしくお願いします。小人が出ただけで違う、小人が出ただけでそんなに盛り上がらない。小人もむやみにウインクしないように。はーい、厄介だな今ので。法廷中の男のハートをがっちりわしづかみだぞ。事件のあった9月5日の夜、あなたはどこにいたか。梅尾は出張先のビジネスホテルにいました。ホテルにはその日の午後にチェックインしましたごめんね、キモくなるけど仕方ないよ。これが一番合ってる気がする俺の中では。事件があった綾里法律事務所のすぐ向かい側にあるホテルか。そうです。そこであなたが見たことを証言してください。あ、来た。あれは夜の9時頃でした。梅尾窓を見たんです。あ、そうしたら長い髪の布の人が襲われてるじゃないですか。襲っていたのはもちろん被告席のちっちゃい子よ。女の人は攻撃をかわして逃げたんです。あの子はそれを追いかけてとどめを。女の人はそれでぐったりとなっちゃって。以上、梅尾が見たのはそれだけ。ふむ、いかがかな裁判長。なるほど、疑問の余地はありませんな。これ以上時間をかけることもありますまい。ちょっと待ってください。何ですか弁護人。僕の尋問がまだです。しかし今の証言はほぼ完璧だったと思いますが。確か君は綾里と千尋の弟子だったな。だっけな。彼女のやり方ならばよく知っている。人の証言の荒を探す卑怯なやり方。なんだと。どうしますか弁護人、尋問をしますか。もちろんするよ。そんなのもちろんさせてもらいます。三剣は梅尾に尋問されるのを恐れている。あの証人、どこかに弱点があるはずだ。わかりました、では尋問を。はいはいはい、これ見てみこうわ。あれは夜の9時頃でした。梅尾は窓を見たんです。まあまあここは別にないよな。まあ一応見てみるか。なんかこれ大事な気がするんだよな。大事だよな。でもこれまだ出てこないかな。まあとりあえず、まあまあいいかな。そしたら長い髪の女の人が襲われてるじゃないですか。襲ってるのはもちろん被告席のちっちゃい子よ。女の人は攻撃をかわして逃げたんです。はい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 。あの子はそれを追いかけてとどめよう。あ、なるほどね。オッケーオッケーオッケー、揺さぶってみよう。オッケーオッケーオッケー。だから一回やっぱ通り過ぎた方がいいのかな。ヒントくれるから。窓を見た。まあまあまあ、これはいい。襲われてるじゃないですか。襲ってるのはもちろん被告席ちっちゃい子。逃げたんです。お、一回ここ聞いてみようか。攻撃ですか。そう、凶器を持って殴りかかったの。それで、続きを。あれこれは全然広がらなかったな。これは、あ、いいじゃん。それがなぜ被告人だと分かったんですか。だってまず体型が女の子だった。それにちっちゃかった。そんなのそこの子しかいないじゃない。そうだな。いや、それはでもこじつけすぎない。さすがにダメ。おかしい。何がよ。梅尾さん、あなたは。え、そんな感じで進むの。え、わかんねえよ、そんなの。わかんねえよ。あ、でも俺が9時に見たってことはあれだもんな。でもこれでも示すものなくない示すものなくないですか。大丈夫かな。
嘘をついてる、目撃などしてない。で、目撃はしてるよな。え、わかんねえよ。変なとこ行っちゃったかな、これ。絶対 100% ミスるやつじゃない、これ。大丈夫かな。なるほどね。託してみようか、じゃあ。まあ、目撃などしてないわ、あれだもんな。いや、どっち？どっちよ。わかんねえ。嘘をついてるっていうことはさ、あんまりこう、むやみに言うもんじゃないじゃん。ちょっと待って。被告人を目撃したなんて嘘なんじゃないですか。くっ。顔変わったぞ。弁護人、どういうことですか。そうよ。どういうことよ。目を信じられない。いいですか。もし本当に綾里舞を目撃していたのなら、大義より先に服装が身につくはずなのです。いや、それ、どうだ。お、でもいい感じじゃない。彼女は見ての通り妙な和服を着ている。ついでに頭の上をこれまた妙な形に結っている。まあ確かに。しかし証人の証言ではそのことは完全に無視されている。そんなことはありえないのです。まあちょっと無理やりだけどな。それはしかし事件当夜もその格好をしていたかどうか。その格好だったんです。僕は見ました。そして先ほどの糸の子刑事も見ているはずです。どうですか、梅尾さん。くっ、何それ。梅尾ちゃんと見てたわよ。ただ細かいこと話しても仕方ないかなって。証人、見たことはちゃんと全部話すようにしてください。すいません、梅尾、反省。ではもう一度証言を。くそ、そう簡単には参らないか。これ変わるのかな。梅尾ちゃんと細かいところまで見てたんだから。被害者の女の人、最初の攻撃をかわして右に向かって逃げたの。そしたら和服の女の子が追いかけていって、持っていた凶器で殴りつけたの。凶器だってちゃんと見てたわよ。時計よ時計、置き時計ってやつ、考える人の形してたわ。どう？こんなにはっきり見てたんだから。なるほど。最初からあそこまで細かく話してくれていればね。では尋問をお願いします。やっぱ一回一周してなるほどのヒント待った方がいいかもな。細かいところまで見てたんだから。被害者の人、最初の攻撃をかわして右に向かって逃げたの。これ大事だよ絶対これ。まあ特にないか。右に向かって逃げた。あ、でも本当は時計だから、どう見ても置物だから、またこれであれかな、いけるのかな。そしたら和服の女の子が追いかけていって、持っていた凶器を殴りつけたの。凶器だってちゃんと見たわよ。時計を時計、置き時計ってやつ、看護師の形をしていたわ。コテンコテンにのしてギューッと言わせてやろうかな。わかん、何語だよお前それ。まあ、でも とりあえず最初のやつでもなんか時計ってわからないはずみたいな感じでさ、言及できたから行ってみようかな。どう見ても置物だもんな。もう絶対ダメージ食らう気がするんだけど。怖いわ、結構自信なくなってきたんだよ。ここも怪しいけどな。聞いてみようか。ホテルにいたあなたから見て右ですか。お箸持つ手がこっちだから、そうね、右を、間違いないです。それで続きをお願いする。まあこれじゃないかな。とりあえずじゃあ時計ってことは分かんないはずってことで、またやってみようか。梅さん、あなたは今とんでもないことを口走りましたね。何よ、脅かすのなしにしてよね。この考える人、あなたは置き時計だと言った。しかし見ただけでそれが分かるはずがないんですよ。
最近同じような状況でこれを時計と言った人がいた。その人物は殺人犯でしたよ。まあこの詰め方はちょっとあれだけどな。静粛に静粛に。皆さん、あなたはなぜこれが時計だと知っていたのですか。あ、来た。証人は犯行を目撃していた。大切なのはその一点だけだ。弁護人は細かい点をつついて目くらましをしようとしている。そうですね、その質問は却下。お、弾き返すぞ。このやり方は僕の武器です。これで僕は真犯人を見つけたことがある。一回だけど。なるほど、君の意義を認めます。証人は質問に答えなさい。うわ、危ない危ない。この質問を却下されてたら勝負は決まっていたよ。結局どういうこと。なぜ凶器が時計と知っていたか答えるんです。だって梅を聞いたから。そう、梅を、あの時計が鳴るのを聞いたの。あなたは綾里法律事務所に行ったことがあるんですか。バカなこと言わないでよ。行くわけないでしょ。ホテルの部屋から聞いたんです。そんな聞こえねえだろお前。向かいのホテルまで時計の音聞こえたらもう爆音すぎるだろ。現場の綾里法律事務所と坂東ホテルはとても近い。聞こえてもおかしくはない。どうですか弁護人、これで納得しましたか。するわけないよな。いえ、まあです。納得しちゃったら負ける。なぜなら聞こえるはずないよな。あなたはホテルにいた。向かいのビルで鳴った時計の音が聞こえるはずがない。聞こえなかったという証拠はあるのかな。いいかね新人弁護士、法廷では証拠が全てなのだよ。覚えておくといい。じゃあ本当に聞こえたかどうかこれから実験を。検察側は拒否する。なぜ。理由は。事件に直接関係のない些細なことだからだ。そうですね、ミスルイギ君の異議を認めます。くそ、違う方向に切り替えた方がいいな。ではもういいですか。なるほど君。いえ、まだです。納得しちゃったら負ける。なぜなら一緒なんだよな。ごめんって。なるほど、ミスっちゃった。いいですか。あの時計は鳴るはずがない。なぜなら、あ、そうだ、確かになんか言ってたわ。機械がないんだっけな。あ、機械抜いちゃったから。オッケーオッケーオッケー。そっかそっか、言ってたな。そういえば忘れてた。その時計には今は機械が入っていないのです。なぜあなたがそんなことを。とにかく調べてください、今すぐに。はっ。どうですか裁判長。弁護人の言う通り、この時計には機械が入っていない。空っぽです。なるほど君、これはどういうことですか。ご覧になった通りです。時計に機械は入っていなかった。だから鳴るはずはなかった。したがってこの証人は大嘘つきです。なかなか楽しませてくれるね、弁護士君。こいつ。時計が空っぽだったことを知ってたな。どうやら君は一つ忘れているようだ。確かに時計は空っぽだな。なるはずがない。しかしその時計の機械がいつ抜き取られたのか。証人が音を聞いた後に抜き取られたなら何の矛盾もない。はっ、確かにその可能性はありますね。皆さんが時計の音を聞いた後、機械は抜き取られたのかも。その通りだ裁判長。いかがかな弁護人。いやいや、証拠があるから。あの機械がいつ抜き取られたのか証明できますか。そんなことできるわけが。できますよ。何？
密令検事覚えてるよ。法廷では証拠が全てだったっけ。見せてやるよ、あんたの大好きな証拠。時計の機械が抜き取られたのがいつだったかを示す証拠品はこれでしょう。違う三角だった。行こう、これを見てください。ほう、何やら可愛い携帯電話ですな。うわー、弁護士さん女の子みたい。いや、これはその僕のじゃないんですよ。いいですか、これは被告人の携帯電話です。そしてこいつには事件当日の被害者との会話が録音されているんです。静粛に静粛に。被告人の携帯電話だと聞いてないぞ。私は糸の子刑事が見落としたんじゃないかな。プツプツ、来月の警察で覚えておくがいい。おやおや、かわいそうに。とにかく聞いてみてください。ピッ、扱えばいいんだ。そうよ。ああでも今はこの時計喋らないんだけど。なんで、つまんない。さっき時計の機械を抜いちゃったから。9月5日午前9時27分ピー。つまり事件のあった日の午前中、まだ証人がホテルに来る前から時計の機械はすでになかったわけです。さあ皆さん、聞かせてもらいましょうか。なぜ凶器が置き時計と知っていたかをね。確かそうです。あの時前に見たことがあるんです。どこの店だったかな。おいおい梅尾ちゃん、ボロボロ出てんね。友人のやはりが作ったんだぞ。これは世界に2つしかないんだぞ。目をすっかり忘れてました。前に聞いたことがあった。それなら筋は通りますね。弁護人、これで問題ありませんか。いやいやいや、問題あるよ。大ありだよ。前に見たことがあるという証人の発言はある証拠品と思いっきり矛盾しています。ほう、では提示してもらいましょうか。証人が時計を見たことはなかったことを示す証拠品を。友人やはりが作ったものなんですよ。これは簡単なことです。あの時計は店に並んだことなどないんですよ。あれは僕の友達が作ったものでね、この世に2個しかないんですよ。しかもそのうちの1個は警察が保管しています。そんなさ、今度はどんな言い訳をしましょうか。いや、もう言い訳しようがないかな。来た、化けの子だ。来たなんだっつーのよ、このギザギザ頭が。あんな時のことなんかどうやっていいんだよ。あの子娘がやったんだ。とっとと試験しまいな。まあ待ちなさい。ここは法廷です。証人冷静になるように。はい、あ、やだ見よったら、はあ、ちょっぴりまじぎれしちゃったみたい。ここはいいよ。証人、私からお聞きしよう。あなたはどうして凶器が時計だと知っていたんですか。やれ弁護人、あなたの意見はどうですか。ここが勝負どころだな。はい、では僕の考えを言います。松竹明がなぜ凶器が時計だと知っていたのか、それはふん、梅尾ちゃん、あなたの部屋からあるものが見つかったんですよ。まあわかるかな。証人はあの時計を手に取ったことはない。しかし彼女はそれが時計であるという情報を聞いていたんです。聞いていた。そうです。それ以外に彼女が考える人を時計だと知る方法はない。そして僕はその証拠品を提示することができます。ほう、それは面白い。では見せてもらいましょう。凶器が時計であることを証人が聞いていたという証拠を。梅尾ちゃん、ごめんね。もう君の部屋から見つけちゃったんだよ、これを。どうしよう、これデータ残ってなかったらどうしよう
データなかったらやばいんだけど。これを見てください。データ確認したお前ちゃんと。あ、それは僕が梅尾さんの部屋から見つけたものです。弁護人、それは一体。正直梅尾さん、あなたは被害者綾里千尋さんの電話を盗聴していましたね。裁判長、これはもうお話にならない。しかし証人が盗聴器を持っていたのは気になります。弁護人は証人が電話を盗聴していたと主張するつもりか。そりゃそうでしょ。それならばまず証明しなければならないことがある。すなわち被害者が電話の会話中に凶器を時計と言ったことがあるか。そんなことは君に証明できるか。できますよ、ごく簡単にね。証拠があるんですよ。被害者が電話で凶器のことを時計と表現したという証拠は。え？いや言ってんじゃねえ。お前さ、もう見つるぎ突っ込むなよ。お前ちゃんと見ろよこの証拠を。被告人の携帯電話です。さっき見ましたの。もう一度被告人と被害者の会話を聞いてください。あ、お姉ちゃん、どうしたの？珍しいね。うん、実は扱ってほしいものがあって。また今度は何？起きどけよ。考える人の形をしててなんと喋るの。松竹梅尾さん、あなたは盗聴器を使い会話を聞いていた。だから考える人が時計だと知っていた。違いますか？まだ言いやる。裁判長、これはもうお話にならない。お話にならないかどうか証人の顔を見ていただきたい。弁護側は答えを要求します。証人、答えなさい。証人、うるせえんだよ。気安く話しかけるんじゃないよこのタコが。あ、みんなして梅をいじめるのね。どうなのね。今法廷上の人間がこいつの素顔を見た。とどめを刺すなら今だ。あなたがやったんですね。なぜ盗聴？どっちだ。いや、まあ、ちゃんと聞くべきか。なぜ盗聴？答えてください。どうして答えなくちゃいけないの？殺人事件とは無関係でしょ。くそ、ミツルギから指示された通りに答えてるな。いいですか、あなたは殺人事件の被害者を盗聴していたんですよ。ものすごく怪しいじゃないですか。弁護人の言い方は気になりますが気持ちはわかります。違うかな。じゃあどうなんですか証人、あなたが殺人とは無関係だと証明はできませんか？ふん、できるわけないさ。弁護士さん、何その顔。ふん、できるわけないさとか思ってるんでしょ。うん、やるな。残念でした、できるに決まってんでしょ。そんなバカな。ふん、寒い男ね。今時そんなバカな。えへんて事件があったの夜の9時頃でしょ。梅尾、その時ボーイさんからルームサービスを受け取ったの。ルームサービス？梅尾、アイスコーヒーを頼んだの。知ってる？アイスコーヒー。早く飲まないと氷が溶けてただのコーヒーになっちゃうの。アイスコーヒー？戸惑いすぎだろお前。嘘だと思うならボーイさんに聞いてみたら。つまり彼女は現場に行っていないということだ。はっ。すると、どういうことに。ってかさ、別に前々から盗聴器仕掛けてたら別に問題なくない？あ、その時盗聴の部屋にいなかったってことかな。誠に遺憾ながら、証人はどうやら被害者の電話を盗聴していたらしい。しかし、それはこの殺人事件とは全く関係ない別の犯罪だ。被告にあやつと前の殺人を目撃したことは事実なのだ。
そう、このままじゃ逃げられる。埋め尾と殺人事件を結びつけられない限り勝ち目はない。弁護人どうしますか。でここで一旦終わるか結構やってるわ。ごめん、じゃあここで一旦切るわ。終わんなかったわ。まあいいや、じゃああたした。